隣の男の子。春澄優馬、よろしくね。人見知りしないことかな。シェアハウスのメンバーともすぐ打ち解けたよ。得意科目は英語。15歳までアメリカにいたんだ。楽しそうだから。それに僕、一人でいるより誰かと一緒の方が落ち着くんだ。共有で使ってるタオル類の洗濯と、リビングやトイレに置いてあるルームフレグランスの管理だよ。どんな香りのアロマにするかも僕が決めてるんだ。やっぱりアロマや香水選びかな。あと夏石にちょっかい出すこと。変なとこ真面目でつい構っちゃうんだよね。注射、体に何か食い込むのが無理なんだよね。あとカメムシ。他の虫は平気だけど、カメムシだけは変な匂いがついて何日も取れないから絶対無理。僕たちのシェアハウス、君もきっと気に入ると思うんだ。共同生活楽しみだね。よろしく。人気イラストレーターミリグラムが送る話題の男の子シリーズがドラマ CD 化。ミリグラム原案、監修によるオリジナルシナリオで綴られる男の子たちとの夢のシェアハウスストーリー。ドラマ CD 隣の男の子、2022年12月15日発売。今あなたの隣にいるのは誰ですか？